薩摩は日本海軍の戦艦。艦名は薩摩国に由来する。日本が初めて自国で建造した戦艦である。日露戦争中の明治37年度の臨時軍慈悲で建造された。秋は姉妹艦になる。二隻ともワシントン海軍軍縮条約により廃棄され、実艦標的として処分された。薩摩は常備排水量19372トンで、 建造当時世界最大の戦艦であった。だが1906年にイギリスでドレッドノートが竣工したため、竣工前に休止期間となってしまった。しかしながら東洋の有色人種の国家が独自設計の戦艦を建造すること自体が西欧列強にとっては驚異的であり、薩摩が無事浸水できるかどうかで当時の日本在住の外国人の間で賭けが行われていたという。 土球戦艦に勝らないまでもかなり肉迫する方を力を持っていたが、実際には初の国産戦艦である本艦の手法と中間砲には問題があり、発射速度が低かった。だがその後逐次改良、整備が進められ、晩年に至って土球戦艦にも匹敵する、砲戦能力に達したとも言われる。薩摩と秋は、砲力、防御、機関部、外艦で際があり、 純然たる、姉妹艦ではない。薩摩の手法は、前後に 30.5cm45、後継連装砲各1機と両面に 25.4cm45 後継連装砲各3機を搭載し、副砲として 12cm40、後継単装砲12機を搭載していた。最大の相違点は、機関部と外観で、能力は、秋の方が優秀であった。 1904年臨時軍事費の予算成立。これには、戦艦二隻建造の予算も含まれていた。1905年1月21日、横須賀宛に、お都合戦艦製造の訓令が出された。装甲はすべて、呉海軍交渉製造とされた。造船材料の一部は、三井物産を通じて、アメリカから輸入された。また、防御艦板用の後半も輸入された。 5月15日、お都合戦艦は、横須賀海軍交渉で寄航した。6月11日、日本海軍は、お都合戦艦の艦名を、薩摩と内定する。1906年10月5日、吉人新納は、東伏見宮寄人新納と共に、横須賀軍港と横須賀賃寺府を視察する。皇太子は、横須賀海軍交渉で建造中の薩摩と倉間を呼び、 整備中の戦艦数を順覧、軍港では戦艦カトリア装甲巡洋艦出雲に乗艦した。11月15日午後2時より浸水式を開始、明治天皇と皇太子が臨席し、お都合戦艦は正式に薩摩と命名され、2時25分に浸水した。同日府で戦艦に類別。11月29日、ボイラーに根性装置設置の訓令が出された。 1909年、呉海軍交渉で製造された兵器は、若宮丸を使い、横須賀へ運ばれた。1910年1月23日、貴族院と衆議院の両議員が横須賀海軍交渉と薩摩を観覧した。同年3月25日、春工、第一艦隊に編入された。7月18日、限定射撃中に、全部12インチ砲左砲が誤発した。 管理異常はなかったが、近くにいた二名が、鼓膜の損傷をした。1911年11月26日、当時10歳の広人新納及び弟宮のよう、人志新信人新納、また、後続一同と、野木丸助、小笠原朝政等は、横浜港気合に停泊中の、薩摩に上官した。上村彦の城第一艦隊司令長官や山口、 九十郎薩摩館長の案内で本館を見学した。1914年3月下旬、大正天皇皇太子及び弟宮は江田島に行刑することになった。3月20日昼、神戸港で皇太子一行は薩摩に上艦した。具部,部館は戦艦摂津と岩見であった。薩摩には福留茂が少尉として勤務していた。3月21日、 皇太子たちは高松市に上陸する。3月22日午前中、皇太子一行は軍艦3隻との演習を見学した。午後2時過ぎ、6隻は江田島に到着して闘病。この後も3隻はしばらくお召し館に同行する。皇太子一行は薩摩を下官し、海軍兵学校に行刑した。3月23日も皇太子一行は、 海軍兵学校に行刑、午後4時頃に、薩摩へ戻った。3月24日、薩摩と具部官は宮島に移動、皇太子一行は上陸して、五福島神社を参拝、午後にごろ帰還した。呉に移動後、皇太子一行は呉軍港に上陸する。3月25日、艦隊は小豆島に移動する。3月26日、艦隊は小豆島から、 神戸港に移動する。昼頃に神戸港到着、皇太子一行はお召し館、薩摩を体感した。厚宮は海軍志望、高松宮は陸軍志望だったが、この旅行中に秩父の宮の陸軍幼年学校入学が内定、また高松の宮の海軍入りも噂されていたという。後日、病床の高松の宮の人新を見舞った昭和天皇が、 あの時は楽しかったねと語ったように、薩摩での江田島行刑は、三宮にとって忘れられない旅行となった。第一次世界大戦における、薩摩は第二、南図い主体に組み入れられ、太平洋のドイツ領の攻略作戦などで活躍した。1920年3月下旬、大正天皇皇太子が四国、九州地方を巡警することになり、3月24日に、 神戸港でお召し官、カトリに上官する。先導官を、秋、副部官を、薩摩他が務めた。ワシントン軍縮条約によって廃官が決定し、1923年9月20日、除籍、官邸類別等級表からも削除された。1924年9月2日、連合艦隊の主力艦艇が、立山沖に集結した。高松の宮信たちも、 練習艦隊機関役雲に上艦し、研究射撃を見学する。旧薩摩は、暴走半島の野島崎沖において、戦艦ひなた、金剛などの研究射撃標的艦となる。午後1時40分から、ひなたと金剛による砲撃を実施した。続いて、長良型軽巡洋艦2隻による、研究射撃を実施したが、上部構造物の破壊にとどまった。最終的に、 第五駆逐隊の松風型駆逐艦3隻が発射した、魚雷3本により雷撃処分された。沈没時刻は午後3時50分。中村俊久によれば、東郷平八郎元水は、岩見は、文保艦だから別だが、国民の血税でようやくできた艦を、自らの手で沈めるのは見るに忍びないとして、薩摩の沈没には立ち会わなかったという。日本海軍史第9巻、第九艦。 第十巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。